荷物を運ぶ馬「もしもしお前さんは今帰るところですか?」とうさんがおうちの門の外に出てみますと馬が近所の馬方にひかれてとうさんの見ている前を通りますこの馬は夕方になるときっと帰ってくるのですそうですきょうは荷物をつけて 隣の村まで行ってきました」とその馬が父さんに言いました「お前さんの首にはよい根のする鈴がついていますね」と父さんが言いますと馬は首を振りながら「ええ私が歩くたびにこの鈴が鳴ります私はこの鈴の音を聞きながらおうちの方へ帰ってまいります」 馬も荷物をつけてゆくときはなかなか骨が折れますが一日の仕事を済まして山道を帰ってくるのは楽しみなものですよそう馬が言ってさも自慢そうに首についている鈴を鳴らしてみせました父さんのおうちの前は基礎街道といって鉄道も汽車もない自分には みんなその道を歩いて通りました高い山の上でおまけに坂道の多いところですから荷物はこのとおり馬が運びましたどうかすると5匹も6匹も荷物をつけた馬が続いて父さんのおうちの前を通ることもありました男や女の旅人を乗せた馬が 馬方に引かれて通ることもありました父さんの声をかけたのは近所に飼われている馬で毎日毎日隣村の方へ荷物を運ぶのがこの馬の役目でした馬が自分のおうちへ帰った自分に父さんはよく駆け出して行ってみました「ご苦労ご苦労」 馬の背中にある蔵を外してやったり馬の顔をなでてやったりしましたそれから馬方は大きなたらいを持ってきまして馬に行髄を使わせました「どうよどうよと馬方が言いますと馬は片足ずつたらいの中へ入れます。 馬のず水はわらでもってびっしょり汗になった体を流してやるのです父さんは馬方のうちの前に立って楽しそうにずいを使ってもらっている馬を眺めましたそして馬のず水の始まる時分には山の中の村へ夕方の来ることを知りました それに気がついては父さんは自分のおうちの方へ帰りましょうと思いました。